リチウム電池イオンの始まり、高電圧制極の開発という題目でお話をさせていただきます。でこれが今日だいたいしゃべる内容でございます。で一番最初に必ずしもリチウム電池あんまりご存じない方も多いと思うんで、非常に大雑把にではございますが電池のことをちょっとお話しさせますします。それからあとその次にですね、研究の時代背景で社会的な背景の話を少しして、それからその後今の電池に至った経緯、いろんな研究を少し紹介いたします。それから最後という5番目に今の電池の材料をの話をします。でまとめで、から最後に番外って書いてあるのはその6番までは割にフォーマルな話をします。それでその番外のところではですね、実際はこうだったんだっていうような少しインフォーマルな話をしたいと思います。で最初そのリチウムイオン電池とはということですが、これ科学の時間に勉強したと思うんですけども、電池というのは正極と負極がございまして、リチウムイオン電池の場合にはその間に電解質が入っていて、それで正極と負極の間をリチウムイオンが行ったり来たりします。充電するときには正極から負極にイオンが流れて、それと同時にこう外側の回路を伝わってですね、電子が流れます。でそれを充電放電を繰り返すことになります。で電池の電圧とか流せる電流っていうのは何で決まってるかっていいますと、それぞれ正極と負極の性質によって決まってます。で正極負極両方とも中に電子とリチウムが入ってます。仕事関数ってことを聞いたことがあると思うんですけども、その電子をなんか物質の中に取り出すため、あるいはここに送り出すためって書いてありますけども、どのくらいのエネルギーを加えれば電子が出てくるかっていう量は仕事関数っていいます。その2つの電極の間の仕事関数の差がほぼ電池の電圧になります。でどのくらい電流が流せるかというのは、それぞれの電極にリチウムイオンが入っているわけですけれども、そのリチウムイオンがどのくらいよく動けるかと、そういうことで決まっています。で普通この分野ではリチウムのイオンの動きやすさを化学拡散係数って、ここにディティリザーって書いてありますけども、そういう拡散係数という言葉で表しております。でこれが実際の電池にかなり近づいた図面でございまして、正極と負極っていうのは薄と、そのセパレーターっていうのが薄く3層にシート状に重なっておりまして、それがぐるぐるぐるっと60センチぐらい、かなりの長さでそういう三層の構造のものを巻きつけてあると、そんな感じになっております。でその三層の厚さっていうのはここに240ミクロンって書いてありますから、1ミリよりずっと薄いようなそんなものでございます。でこういう研究を私がどういう背景で始めることになったかと、そういう話を次に少しします。で70年代っていうのはかなり60歳以上の方ぐらいだとよく覚えてると思うんですけども、オイルショックっていうのがありました。それまで石油っていうのがものすごく安かったんですね。それがいっぺんに10倍ぐらいの値段になって、値段が高くなるだけじゃなくて、なかなか売ってもらえなくなったっていう、そういう大変なことがありました。それを我々その時代オイルショックって言ってました。
それは中東戦争の後ですね、第4次の中東戦争の後そういうことが起こったんですが、ちょうど私が研究始めをやってる最中にやっぱりもう一つイラン革命っていうのが起こって、ここでもやっぱりそういう石油の価格や入手方法が非常に不安定になりました。そういう時代を背景にですね、なんとか自動車を、いや、まあ、自動車まで行かなくてもオートバイぐらいはモーターで動かしたいっていう人がかなりおりまして、特にヨーロッパやアメリカだと公共の交通機関があんまり発達してないもんですから、そういうものがものすごく深刻に感じるんですね。日本人はあまりその頃こういうオイルショックとですね、そういう交通機関と結びつけるっていうことはしなかったんですけど、ヨーロッパでは非常にそういうことが行われており、そういう心配をしておりました。でもう一つはそのアメリカのがその50年代60年代ぐらいものすごく強くてですね、経済的に強くてもう一人勝ちの時代がずっと続いてたんですけども、主に日本が原因だと思うんですけども、だんだんそうおちおちもしてられなくなってですね、あまり勝手な研究がアメリカの研究者でもできなくなってきたという、そういう時代でございました。それからもう一つは私がやっておりました物性物理というのがちょっと新しいネタがこの時代不足しててですね、いろんな他の分野に移っていくようなそういう人が多かった時代でもありました。で先ほど言ったエンドルレートでいうとですね、アメリカの経済がどんどん貨幣価値が下がっていくっていうのがここに書いてありますけども、71年には360円だったのが、私がイギリス行った78年にはもう250円になってました。それからもう一つはちょうど行った年の前年ですけどこのアガサ・クリスティが死んでてですね、亡くなりまして、でどこの本屋さん行ってもアガサ・クリスティのペーパーバックスが山と積まれてて、私もそれを読んで英語の勉強したのを覚えております。でその時にここに書いてある先ほどもメッセージをいただいたグディナフ教授がですね、それまでは非常に役に立たない時勢の研究をやってたんですが、そういうことをやるんだったらもう出てってくれと言われまして、 MIT からそういうことを言われまして、それ MIT のリンカンラボっていうのは軍の研究所なんですね。そこからもうちょっと研究を変えてくれって言われたんですけども、それならばよそに出てくということでですね、アメリカ側を出て、でオックスフォードに移りました。でその時にもうさすがにそれまでの時勢の研究をやめて、ここに書いてあるエネルギー関連材料の研究って書きましたけど、私がやったリチウム電池とか、それから水の光分解で水素を作る研究ですね、それからこれ超電導って電気抵抗がゼロで電流が流れるっていうんで、何に使うかっていうと送電線としてもし使えればですね、送電ロスがなくなって大変こう何て言う省エネになるわけですね。そういうものをやり始めました。でそれをやってたのがこのピーター・エドワーズって若手の研究者だったんですけども、彼はイギリス人なんですけども、コーネルっていうアメリカの大学からここに移ってきて、ちょうど私がいた頃研究をやっておりました。でこの人が現在このインオーガニックケミストリー無機化学研究所の教授になっております。それで当時の日本というのはものすごく調子が強かったっていうか調子が良くてですね、ここに書いてあるように DRAM とか日本語ワープロとかそういうのが出始めたのがこの頃です。
で特にこの DRAM に関してはですね、世界中が非常に興味を持っていましてですね、そのオックスフォードの研究所にもベルケンから来てる人がいたんですけど、なんとかお前私に向かってですね、この DRAM の情報を入手できないかというようなことを相談されたのを今でも覚えております。でこれが先ほどメッセージいただいたグッドイナフがですね、40年前のグッドイナフです。でそこの家でご飯を食べさせていただいたんですけど、これは私の娘で、もう当然40過ぎになっております。それからそのインオーガニックケミストリーっていう無機化学研究所の建物っていうのはこういう建物でした。でこの研究所はですね、2010年に表彰されたんですね。でなんで表彰されたかっていうと、我々がやってたその電池の研究がいい研究だったということで表彰されて、ただ個人に表彰するわけじゃないんですね、この研究所が表彰されたんですね。でその時の写真がそうなんですが、これがさっき言ったピーター・エドワーズって超伝導やってた人ですけど、それがその時所長をやってました。それからこれがオックスフォードの学長ですね、ハミルトン確か言ったと思うんですけど、それからこの方が科学会の会長で、確かパイさん、マイク・パイさんって言った、まあ、間違ってるかもしれないです、確かそう言ってて、この方は代々木上原にずっと住んでて、日本のことはものすごくよく知ってて、こういう表彰式でも私ぼんやりしてるといろいろ話をしてくれて、日本語も当然喋れるわけで大変助かりました。でこの残りの3人が研究者なんですけども、このワイズマンっていうのが向こうの助手で私の研究をいろいろサポートしてくれました。それで当時自分でこうレンガを積んで自分の家を作ってたんですね、その78年当時。それが2010年に行った時にはもう当然のことながら立派に出来上がっててですね、そこでご馳走してもらいました。それからもう一人ここにいるのは、これ学卒だったんですけれども、もう一方でその学卒の卒研をやってる一方で、空軍のイギリスの空軍の見習い士官っていうんですかね、それをやってました。それでよく嫌だ嫌だって言って、パラシュートの訓練があるんですね、それをやんなきゃいけないっていうんで、1週間に1遍ぐらいですかね、抜けてそれに行ってるのを思い出します。で現在彼はあれをプライベートジェットっていうんですかね、それのパイロットをやってるそうです。でその私が始める前にですね、どんな研究が非常にされてて、それがリチウム電池にどんな影響を与えたかっていう話をちょっとします。でそれがですね、ここに書いてあるインターカレーション化合物の研究っていう研究でした。でこれは物理屋だけじゃなくて科学の人もですね、割に面白がってやってたんですが、どういうことかっていうと、こういう層状構造をした結晶の層の間ですね、こういう層状構造の間にこういう例えばアルカリイオンみたいなものを入れてやると、最初こう半導体だったのが金属なんですけども、非常にこう二次元性が強いっていうか、面内の電動とこう面に垂直方向の電動が非常に違うような、そういう金属になるわけですね。で、まあ、グラファイトなんかもそうなんですけども、そういうものができるとですね、なんでこんなことをやってたかっていうと、やっぱりこういうことを、こういう材料からはですね、超伝導、非常に転移温度の高いですね、超伝導ができるんじゃないかという話が
この頃ありましてですね、でそういう送電ロスがない超伝導体を何か見つけようっていうのが一番の大きなモチベーションだったと思います。まあいろんなことをやってるわけですけども、それが一番大きなモチベーションになって皆さんやってました。でまあその結果こういう電荷密度波とかスピン密度波とかっていうそういう名前のついた新しいその電子の状態があるというのは分かったんですが、だからどうっていうことはなくてですね、これはこれ一つの研究としてそのまま、終わってしまったっていうと、間違いかもしれませんけども、それほど発展はしませんでした。でよりこう我々のアプリケーションにとって大切だったのはですね、この化合物を電池に使おうって人が現れました。でそれがこの間ノーベル賞をもらったウィッティンガムで、76年にですね、そういうチタン S2 っていうやっぱり硫化物ですけど、層状の硫化物にリチウムを入れた重放電させるとですね、結構いい電池ができるよっていうことを見つけました。それでここに書いてあるように非常にいい特性だ、これ普通の電池に他それまでの電池に比べると非常にいい特性してたんですけども、致命的な欠点があって、この負極のリチウムの表面にですね、こうデンドライトって言ってましたけど、そういう突起がこう出てきちゃうんですね。そうするとこう実験だとですね、普通の研究室レベルの実験だと負極と正極っていうのは普通に離しておくんですけども、実際の電池はさっき言ったみたいに数十ミクロンぐらいの間隔でくっついてるわけですね、ここが。そうするとショートしちゃうんですね。でそれをなんとか解決しようと思っていろいろ努力したんですけども、なかなかうまくいかなかったということがあります。で単純にこのチタン S2 っていう材料を使って負極を他のものに変えると電圧が落っこっちゃうんですね。これでも2ボルトぐらいですけども、他のものを使うと電流流さなくても1ボルトぐらいで、で実際に電流流すともう1ボルト以下になってしまって、もうほとんど電圧が出なくなっちゃうと、そういうような状態になってしまいました。それで私が研究を始めたのはちょうどその頃でありまして、この欠点を何とかして直そうと、それでリチウム電池を少しこう新しく考えてみようと、そういうことで研究を始めました。でウィッティンガムの方はですね、主にこう溶媒、旋回、さっき言った電解質の溶媒をですね、いろいろ試して、それによっていろいろ変わると、で中にいいのがそのうち見つかるんじゃないかというような話をしておられました。で我々の方はですね、こうそれとちょっと全然違った発想をしておりました。それはもう正極をですね、もうチタン S2 を諦めて、でもっと大きな電圧を出るような正極にして、でリチウムの負極をですね、もっと他の材料に置き換えちゃおうと、そういう発想でございました。で先ほど言ったように電池の電圧っていうのはこの仕事関数で決まるって言いましたけど、これは大雑把なバンド構造を書いたんですけども、その先ほどチタン S2 みたいな硫化物ですけども、そういうものに比べて酸化物っていうのは電圧が大きいんですね。仕事関数が大きいから大きな起電力が期待できます。で実際そのチタン S2 が発見される前にですね、酸化物の研究というのはものすごくたくさんすでにやられてるんですね。で確かに電圧は3ボルトぐらいあっていいんですけども、そのちゃんとした
これ拡散係数ですけども、これ測るのがその頃まではかなり難しかったらしくてですね、データがないんですね。だからどの材料を使ったらどのくらい電流が流せる電池ができるかっていうのは最初からちょっと想像がつかないというか、最初から分かんないんですね。それからあとこうインターカレーション化合物じゃないもんですから、何回も重放電されるしてるうちにですね、だんだん劣化が早いんですね。それでもうちょっとですね、こういうものとは違う酸化物でイオンが動きやすくて高電圧で繰り返し特性のいいものはないかと、そういうことを考えて研究を始めました。でその頃ですね、電池と離れて私はどんなことを酸化物の中で研究してたかというとですね、この頃酸化物の D 電子っていうのは非常にバンド幅が狭いんですね。そうするとその当時 の, バンド計算でやってもですね、実際 の, そのいろんな物質の性質をなかなかバンドの計算をやっても出てこ、バンドモデルじゃよくうまく説明できないと、そういうことが大変問題になっておりました。でそういうところではですね、その電子の間にの空論相互作用っていうのをですね、もう少し重要視するような、そういうようなモデルをですね考えなきゃいけないんじゃないかということが言われててですね、そういうことの先鞭をつけたのがこのモット先生っていうケンブリッジの先生ですけども、その人の名を取ってですね、モット絶縁体というの言葉が生まれておりますけれども、どういうことかというと、この絵に書いたようにですね、隣のイオンに電子が移ると2つの電子が近づくとその状態のエネルギーが上がってしまうという空論反発力ですね、それをこうあらわにこう含んだような、そんな理論が必要だという話がありました。でそういうことの一番こう典型的な例というのが、絶縁体、メタルだったものがと思っているものが絶縁体になってしまうという効果がありました。ここに書いてあるように、U っていうのはこう空論相互作用の大きさですけども、それが T っていうバンドの幅ですけども、それよりも大きいとですね、単純なバンドではメタルになるようなものが絶縁体になってしまうと、そういうことが分かってきました。ただそのここでいう空論相互作用の大きさがですね、酸化物の中で一体どのくらいなのかと、そういう定量的な話はあまりありませんでした。で今言ったようにこの間の空論相互作用 U っていうんですけども、でこれを見積もるのにですね、むしろこうそれを D 原子 D イオンを希釈した極限のこう不純物順位のエネルギーをですね考えて、その間のエネルギー差を測定することでこの U って大きさを求めたらどうだろうというようなことを私考えまして、そういう研究をやっておりました。でこれがまあ一つの例なんですけども、こういろんなこうルチルっていう非磁性の酸化物なんですけど、その中にいろんなイオンを入れてどの辺にそういうレベルができるかっていうような話をしました。でそういうことをやって分かったのは、先ほど言った U の大きさですけども、こういう例えば鉄の酸化と鉄の2価のレベルの間がこれ U に相当するんですけども、そういうエネルギーがですね、ものすごく10エレクトロンボルトなんて大きなことを言う人がいたんですけども、そんなことはなくてですね、たかだか 2,3 エレクトロンボルトぐらいですよというような話をがことが分かりました。でもっとちっちゃいやつもいっぱいありますと。それでそれからもう一つは
こうイオンの中にはですね、この酸素に非常に近いようなところに順位を持っているのがあって、そういうのはあの P 電子というのは酸素の電子ですけども、それとこういう D 電子ですね、繊維金属の D 電子がの状態がかなり混成して、なんか面白い物性ができるかもしれないというようなことを発表しました。でこれをあの73年にボストンの磁性の会議で発表したんですけども、それをあのグッドイナフがですね、面白いって言ってあの注目してくれました。であの今言ったことをもうちょっと違って言い方すると、こう酸化物の中でもよく分かった酸化物っていうのはですね、こう酸素のバンドがあって、そのうち上にこう D バンドがあって、そこにあの数エレクトロンボルト の D バンド U を持った D バンドがありますと、こういうモデルで説明できるような材料酸化物もいっぱいあるわけですね。で これはあのもうその当時からですね、大体よく理解されておりました。でもう一つただ分かんなかったのは、そのこう酸素のバンドと D バンドが非常に近いところにいるようなやつですね。で励起状態がこう近い、酸素のからの励起状態が近いような、そういうものがもうどうもありそうだということが分かりました。でそういうのはあの一体どんな磁性が、私磁性の研究をやったのですぐ磁性が頭に行くんですけども、どんな磁性が出るかっていうのはよく分かりませんでした。でこういうことに興味を持った人はかなり数いたようでですね、これからあの10年後1980年の後半ですけど、あの酸化物の高温超伝導っていうのが見つかりました。でやっぱりこういうタイプの酸化物の中からそういう酸あの超伝導体っていうのが見つかりました。でまだこれはただ室温まで行ってませんから、あの実用品としてはですね、あまり実用物質としてはあまりあの大切じゃないんですけども、あのこの電池に関して考えるとですね、こういうのはものすごくイオン化エネルギーっていうか、あの仕事関数が大きいんですね。だから起電力がものすごく大きいだろうということがあの予想されました。それから起電力が大きいだけじゃなくて、先ほど言ったようにあの P 電子と D 電子のこう混成が起こるわけですね。酸素からこの空いた D 軌道にあの励起されるっていうような過程がありますから、あの酸素イオンがこう非常に歪みやすいんですね、こういう物質の中だと思われるんですね。そうするとこうリチウムがこう進んでいくときにですね、酸素がどいてくれてよく動けんじゃないかと、そんなこともあるかもしれないというようなことで、こういうあのコバルトやニッケルのですね、非常にバランスの高い、価数の高いようなあのものの酸化物が狙い目だろうというあのことを考えました。で、あのただもう一つですね、非常にあの重要なのは、繰り返し何回も繰り返し特性、繰り返し重放電を繰り返したときにですね、劣化しないようにしなきゃいけないんで、やっぱりあのチタンの S2 っていうあのウィッティンガムが作ったあの電池と同じようなですね、相乗構造をしたなんか酸化物を作らないといけないわけですね。そこにリチウムが出入りするようなものを作りたいと思いました。でただチタン S2 の場合はこれ最初からこれ割に簡単に作れるんですね。電気炉であの高温にして硫黄とチタンを混ぜてやればできるんですね。で室温になってから、室温でですね、リチウムイオンをあの電気化学的に入れるっていうことも簡単にできるんですね。でところがあの酸化物の場合は、例えばこれニッケルやコバルトの場合ですけども、こんな材料ないんですね。ニッケル O2 で相乗構造したっていうのは
で多分相乗構造してなくてもこんなもんできないんですね。よほど酸化力が強くないとです。強い雰囲気で作らないと。でその時にどういうふうに考えたかっていうと、今度は挿入するんじゃなくてですね、リチウムニッケル黄金っていう材料の中からリチウムを取ってやって、それでリチウム X ニッケル黄金っていうそういう材料を電極を作ってみようと、そういうふうに考えました。でこうリチウムコバルト黄金とかニッケル黄金っていうもの自身はですね、調べてみると1950年ぐらいからあるということが分かってました。それで70年代にはですね、磁性体としても二次元の磁性体としても注目されてて、それでかなり研究されてて、私自身もわずかですけどもそういうことを知っておりました。でそれを使ってみようということになりました。で先ほど言ったことの繰り返しですけども、こう相乗構造をしたリチウム MO2 というところからリチウムイオンをこれで室温で電気化学的に抜いてやるんですね。そうするとこうハイバレンスの非常に高原子化のそういう電極が得られて、ものすごく高い電圧を持った正極材が得られました。でこうざっと研究やった時に一番良さそうに思えたコバルトを私がやって、さっき言った今パイロットやってるジョーンズにですねニッケルの方を任せて研究をやりました。今だとですね、例えば今の東芝の中で電池の実験やろうと思うと電解質なんてのはもういくらでも手に入るわけですね。だけどその頃のオックスフォードではですね、ものすごく作るの大変なんですね。ですからなるだけ電解質を少なくして実験ができるような構造の電池実験用のセルを考えました。でこうテフロンの中部にですねステンのネジをねじ込んで、それでこういうところに電極を置くと、でその間に電解質を入れると。電解質っていってもこの炉子をですねに電解質を染み込ませると、そういう方法で実験しました。で正極を作るときにはこういう金網ですね、ステンレスの金網にこういう微粉末をプレスして作ると、そんな方法で正極は作りました。実際に電圧とそれからその D ですね、これ拡散係数を測ってみると非常に両方とも大きな値が得られました。でチタン S と同じぐらいの大きさの D のマイナス8乗センチメータースケアパーセクって、これよく分かんない単位ですけども、そういうのが得られてですね、大電流も流せそうということになりました。でただ大電流を流すときにはですね、これあんまり正極の厚さをですね厚くしちゃうと、いくらその拡散係数が良くてもですね、ここに勾配がすごくたくさんできてしまって、この勾配ができるとですね、充電の時と放電の時でものすごく電圧が出力が違っちゃうんですね。ですからこの厚さを薄くしなきゃいけないということがあります。でそういうことでですね、今までのように金網にプレスするよりももうちょっと薄いような白金のプレートにですね薄く正極材料をプレスして、それでかなりの大電流密度の下で重放電をやらせました。そうすると
まあ、十分実用に使えそうな大きな電流密度で重放電をするということが できるということを実証することができました。で、もう一つ最初 の目的だった正極にこれを使うと、コバルトを使うと、その負極にですね、リチウム金属なんて使わなくても大丈夫かもしれないということで、それまで普通に正極に使ってたですね、チタン S2 とか V2O5 とかそういうものを使って重放電やらしてみても、やっぱり 1.5 ボルト以上でですね、重放電をやることができました。でこれが多分一番最初にですね、リチウムイオン電池を、そういう名前はこの頃なかったんですけども、やった実験じゃないかと思います。で、まあ、これフォーマルな話のまとめですけども、40年前の研究についてその背景を含めてお話しいたしました。で、起電力が大きいっていうのは最初からある程度予想できたんですけども、その本当に拡散係数が大きいかどうかっていうのはもうだろう話でですね、ほとんど分かんなかったんですね。だけど実際にやって初めて実験してみて分かりました。で、それを使うことによって金属リチウムを使わない電池を作ることができました。でここまでは非常にフォーマルな話なんですけども、最後にちょっとだけ話をしたいのは、こんなに話は順調じゃなかったということで、そもそも私が電池はやったんですけども、最初グドゥイナフが言ったのはですね、固体電解質を、要するに固体電解質イオンの電導体ですね、それをなんか新しいのをめっけてくれと言われました。でところがそれをやってる最中にですね、このワイズマンがですね、ワイズマンってさっき言った助手ですけども、それが例のウィッティガムのペーパーを持ってきて、この要するにウィッティガムが非常にいいのを見つけたと、だからそういう割にもうちょっと頑張ればですね、いい正極材料が見つかるかもしれないよっていうようなことを言いました。でそれをまた教授と話をしてですね、その今のこの論文ですね、持ってきた論文で、その本当に一月も経たないうちにですね、ターゲットを固体電解質から正極材料に変更してしまいました。でその正極材料をやるって言っても何も分かんないもんですから、とりあえずですね、こういう論文で紹介された材料の真似をしてみようと、実験の、まあ、練習をしてみようというわけで、これ隣の研究室にこう電気炉が転がってたもんですから、それを改良してですね、こう封入コルツ管の中に、石英管の中に封入して、で温度差をつけて単結晶を作るっていうようなことをやりました。で順調に何回かうまくいってたんですけども、やってる最中にですね、だんだんこう乱暴になってきまして、その温度を上げる速スピードなんかもいい加減になってきてですね、ゆっくりゆっくり上げることを怠ったためにですね、石英管が爆発してしまってですね、実験室全体がですね、リンと硫黄の蒸気でいっぱいになりました。でもうその研究室に大変迷惑をかけてしまってですね、直接叱られはしなかったんですけども、大変こう実験がやりにくくなってしまいました。で実験がやりにくくなったところにですね、またグッドイナフがですね、その誤った情報を仕入れてきました。でどういう情報かっていうと、酸化物の中にいい正極材料があるって話を聞いたという、非常に根拠薄弱な話だったんですけども、これを実験室でですね、私に向かってですね、長々といろいろ喋るわけですね。
で、ああそうかって、でこっちもちょっと弱いですからね、この爆発事故は。じゃあ酸化物をやってみましょうか、そういうことでですね、酸化物の研究が始まったんですね。最初からやったんじゃなくて、こういうことがなかったら多分なんか普通、まあ論文ぐらい書けましたけど、新しい材料なんかやんないでですね、そこそこにこうまとまった論文を一つ書いて、それで日本に帰ってきたと思います。ですけれども、この場合はそういうこういうことが起こってしまって、必死になって今度酸化物をなんかいいのを探さなきゃいけないっていうんで、こう必死になりました。それでその時もですね、先ほどこの我々が選択したのはこう大きな起電力の政局を探すって言いましたけど、これはプロはとてもどうも帰ってきてからいろんな人に聞くと、そういうことはしないと、いろんなこう危険性が見えるわけですね。例えばこのリチウム電池も最初の作っている頃なんか電池が膨らんじゃったりですね、なんかしてましたけど、ああいうのはやっぱり非常にこう電圧が高いってことは非常に反応性が強いってことなんですね、科学の言葉で言うと。なもんですから、電解質と反応しちゃうんですね。でそういうことがあって、なかなか大変だったのは分かるんですけども、そういうのが最初からこう見えているような人はですね、こんなものに手出さないと。ところが我々はですね、まあ電池に対して無知だったのと、もう一つそもそも固体電解質をやろうつってやったんですから、別に何て言うんですかね、今これ世の中でやりだしてますけども、別にその何て言うの、電解質が不安定だとかなんとかって、そんなことは一切考えなかったんですね。で全く考えずにこういうことをやりました。それからもう一つはコバルト2からこうリチウムを抜いてですね、電極作るって話も、私が最初に考えたように言い方をしましたけど、実際はですね、これマーフィーっていうベルケンの研究者ですけども、これがリチウム VS2 っていう、これ自身は全然大した電極じゃないんですけども、これができない、なかなかできないもんですから、リチウム VS2 っていう三元形からリチウムを引き抜いてもできるよって話を書いた論文がありました。でそれを見てやったんで、これを非常に助かりました。それからもう一つ助かったのは、D の測定っていうのが、それまで非常に信用があるような測定方法がなかったってお話ししましたけど、ちょうど行った年、私が行った年にですね、このウェップナー・ハギンスという論文が出まして、これで誰でも測れる、そういう拡散係数がですね、簡単に測れる方法を考えてくれました。でそういうことがあってですね、こう割にこう一歩一歩こう何て言うのか、確かめながら実験をやるような、そういうことができました。で大変こう感謝してます。でまあそういういろんなラッキーがあったんですけども、一番の幸運っていうのはですね、なんつっても先ほども言いましたけど、研究している最中にはそれほど気にしてなかった携帯電子機器の発達とかですね、電気自動車の需要とかですね、ドローンとかですね、こういうなんか後からこう別に先見の明があったわけじゃなくて、こういうことが後からこう電池にこういう使うものがですね、どんどん発達してきまして、そういうことで非常にこの非常に小さな研究がですね、大研究になったと、そういうことがあります。それからもう一つ、私大変こうなんていうか、オックスフォード時代ってすごく楽しかったんですね。なんていうんですか、私が初めての日本人だったせいもあるのかもしれないんですけど、ものすごくみんながこういろんなことを協力して教えてくれるんですね。
で、先ほどワイズマンが何かやってくれたっていうのを話 しましたけど、他にもいろんなことをやってくれる人がいてですね、そういうことがやってものすごく研究がやりやすかったと。で、まだあんまりこうなんていうんですか、競争が激しくなかった時代なんじゃないかと思うんですね。今オックスフォード行ってもこんなふうにできるかどうか分かんないんですけど、英語ができなくてもですね、英語は喋れない方が偉いんだっていうのは、そういう言い方をしてくれるようなところでございました。以上でございます。どうもつまんない話、長々とご清聴ありがとうございました。